どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、なんとこれ使いました。ボールペンです。これを頭に刺してこう巻きつけていくアレンジが今ちょっと SNS でめちゃくちゃ流行ってて、それをちょっと分かりやすく、ちょっと自分なりにアレンジした感じでやってみました。まあこれをやる特徴としては、こうボリュームが出しやすいっていうのと、あとポニーテールにした時にこうルーズ感がすごい出やすくて、であとゴムもしっかり隠れやすくなるので、本当にボールペンとあとゴム、まあスタイリング剤も少しつけたんですけど、それでできるアレンジになってますので、いつもアレンジヘアでちょっとマンネリ化のある方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。まずシアオイルからつけていきます。毛先と中間の部分をしっかりとつけて、細かい毛が出てこないぐらいまでつけておけば大丈夫です。耳後ろで分け取って後ろの毛をまとめていきます。後頭部あたりでまとめてゴムを結んでいきます。次にボールペンをゴムの内側ですねに差し込みます。次にサイドの髪の毛を大体でいいので3等分に分けて、一番上の髪の毛ですねを少しねじりながらボールペンに引っ掛けていきます。反対側も同様に表面の髪の毛を後ろにねじりながら持ってきて、ボールペンに引っ掛けていきます。サイドの真ん中の髪の毛ですねもねじりながら引っ掛けて、反対側も真ん中の髪の毛も同様にやっていきます。一番下の髪の毛もねじって上に引っ掛けます。反対、最後の髪の毛ですねも同様に引っ掛けていきます。こんな感じでボールペンに引っかかってる感じになってます。毛先の引っかけた髪の毛ですねを押さえて、すべての髪の毛を一緒にまとめたらボールペンを外します。ここで根元の部分ですね、だいたいこの辺りぐらいでゴムを結んでいきます。結んだら毛先の部分を大体2つに割ってギュッと締めます。次にゴムの部分ですね、この部分を押さえながら、こうサイドの髪の毛6本ぐらいあると思うんですけど、そこの部分のまあ後ろに一番後ろの部分ですねをゴムの部分を押さえながら少しずつ広げていきます。この真ん中の正中線ぐらいで全然大丈夫かなと思うので、そこを若干だけ広げるようにします。次にこの隙間ですねを隠すようにこうなじませていって、バランスを整えていきます。最後にまたゴムの部分を押さえながら、ここはちょっとペチャンとしてるかなと思うので、指で少し広げるように感じして丸みを出せば完成です。こんな感じで仕上がりました。話題のボールペンポニーテールアレンジ、よかったら参考にしてみてください。